東京大学経済学部の山口慎太郎と申します。じゃあちょっとスライドの方を用意するので、えー、少々お待ちください。じゃあ今日はデータ分析で社会を変えるというタイトルで、えー、まあ用意させて、お話用意させてもらったんですが、まあ社会を変えるっていうとかなり、えー、大風呂敷広げたなぁと思うかもしれないんですが、まあここ10年ぐらいの経済学の世界で、 えーまあ、非常に大きな動きとしてデータ分析の重視っていうのが出てきているんですねでその辺についてのお話をしたいと今日は思っていますで前半は城山先生が歴史のお話をしてくださったんですが、えー、私が話したいのは、まあ、今現在何が起こっているかということとそしてこれから、えー、将来どういうふうに経済学が世の中と関わっていって社会が変わっていくんだという話をしていきたいと思いますで、まあ、この辺の話っていうのは結構新しい話なので えー、皆さんの高校の先生ですとかあるいは東大に進学した先輩から聞く話とは、えーまあ、必ずしも同じではないかもしれませんが皆さんの将来にとって、えー、考える上でね非常に重要な話になっていくと期待しています。えー、っとまあちょっと時間なくなっちゃったんで、えー、自己紹介のところは、えー、飛ばしてですね内容に入っていきたいと思います。 えーとまあ、今日お話ししたいのは、まあ、データ分析によってどういうふうにビジネス変わってきているのかというのが、まあ、最初に話しておきたいところです。でここではまずあの世界的な4大 IT 企業 Google Amazon、Facebook、a p p l っていうのはもう誰もが知っている企業なんですけど、まあ、この4つの企業っていうのは株式の時価総額が430兆円ということで、まあ、とてつもなく大きい金額なんですが、まあ、これどれぐらいかっていう規模感なかなかつかめないと思うんですが、まあ、あえて言うと 日本の株式市場の当初一部の株価の総額の7割に相当するたった4社で、まあ、日本の経済の大部分の価値と匹敵するような、えー、利益を上げているということあ、まあえーまあ、株価を出しているということです。でどうしてこうした企業っていうのが大きな利益を生み出しているのかというとこの4社に共通するのはプラットフォーム企業と呼ばれてて。 商品やサービス情報を提供するる基盤となっているんですねで、まあ、こういうのはあの Google Amazon Facebook Apple みんな使ってると思うんですけどこうしたシステムを使うとユーザーが何を購入したのかとか、まあ、クリックする内容によって何に興味を持っているかということについて詳細かつこう大量な情報を集積しているわけですね。でそうしたユーザーデータを分析して活用することで既存のサービスを改善するであるとか えー、あるいは新たなサービスをスタートするということによって、まあ、どん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 こう自分たちの持っているサービスを魅力的にしてお客さんを引き付けていくということを行っているわけです。で、えーまあ、彼らのこう大きな利益を生み出している源泉にあるのは、まあ、データを集められるユーザーデータを集められるということと同時にそのデータを分析する分析活用する能力にあるわけです。でこのののデータ分分析活用の部分で 経済学者が大きな役割を果たしていると言われています。でもちろん機械学習のエンジニアとかいったあコンピューター関係の専門家の役割も大きいんですが、まあ、データ分析というのは実はあの経済学の中で発達してきた部分があって、まあ後で詳しくお話しするように経済学者の役割も大きなものであったと言われています。でこううした動きっていうのは あまあいつものようにこうアメリカが先行するんですが日本も決して無縁ではなくてですね日本の IT 企業もどんどん経済学者とコラボレーションすることによって新しいサービスというのを生み出すようになってきています。で具体的にはサイバーエージェントという会社ですとかあるいはあの皆さんもご存知かもしれない z o z o タウンの ZOZO ですね。 名刺交換アプリとして有名な会社なんですが、サンサンという会社があったりするわけです。で、まあ、こうした企業というのは、えー、日本の企業の中でもとりわけデータ分析に積極的で、新しいサービスを生み出している会社として知られています。でまあ、こうした流れに、えー、東大の経済学部も実はあ絡んでいっていましてて。 えー、この秋に東大発のベンチャー企業大学発ベンチャー企業ということで UT エコンという東京大学エコノミックコンサルティングという会社を作って私も含めた経済学部の教授たちがいろいろ関わって、えーまあ、民間企業とコラボレーションして研究を行ったりしていますでまあここまではあのビジネスの話をしたんですが ビジネスだけではなくて公共政策においてもデータ分析というのが非常に重要な役割を示すようになってきています。でここには政策に求められる科学的根拠というふうな、えー、文章を書いてるんですが、まあ、前半部分でオバマ大統領の就任演説から、えー、ちょっと引用しています。まあ、これ英語いちいち読んでいくと長いので内容をかいつまんで説明すると。 こ2009年の1月20日の演説なんですがここで言っているのは伝統的にはまあ社会科の授業で習ったと思うんですけどアメリカの大きい政府小さい政府という考え方2つの対立した考え方があ,るわあったわけですねだけどオバマ大統領が強調したのは、まあ、大きい政府だとか小さい政府だとかもうそんなことはもう今や重要ではないのだと今重要なのは何かこう政府が政策を行ってそれが本当に役に立ったのかどうかだということを強調しているわけです。 でえーまあ、ちゃんとこう政策が意図した目的を達成したならばその政策プログラムっていうのは続けられるべきであるしもし達成できなかったのであればもうそのプログラムっていうのはやめにしなきゃいけないそうしないと税金の無駄遣いっていうのが起こってしまうんだよということをこう就任の段階で言っていたわけですねでこうした動きっていうのはあのオバマ大前大統領の時に始まったというわけではなくてもともとはイギリスあたりで、えー、非常に熱心に取り入れられてきました そして、まあ、日本でも近年少しずつ、えー、取り組みが始まったと言っていいと思います。で、日本では、えーまあ、英語からあ来てる言葉なんですが EBPM、これエビデンスベストポリシーメイキングっていうんですが、まあ、根拠のある政策形成なんて訳で、えー、日本語の新聞には載ったりしているんですが、まあ、日本でもこのオバマ大統領が言っているようにちゃんと過去の政策というのを分析して えー、効果があったかどうかを検証すべきだとで、効果があった政策については続けるべきだし、なかったものについては取りやめるべきだろうという考え方が、まあ、十分ではないですし、えーまあ、問題も多いんですが、少しずつ取り入れられるように、まあ、一部の官僚の方、一部の政治家の方が取り組みを始めているところです。 で日本ではあの行政改革の一環としてな霞が関では内閣府が推,薦推進していますし、えー、地方自治体でもお取り入れるような、えー、動きがあ出てきていますじゃあ IT 企業は、えー、先ほど経済学者があ IT 企業の後ろで、えー、働いていて大きな利益を上げるのに役に立っているという話をしたんですがじゃあなんで最近になって IT 企業っていうのは経済学者を雇うようになったのかこれについては2つ大きな理由が言われています一つには経済学者っていうのはデータから因果関係を見出すことができるこれは今日のお話の中心部分になるんですが例えばビジネスをやっていると広告をたくさん出すと今よりも売り上げが増えるのかあるいは何か商品を売っているとして値段を上げると 売上は上がるのか、あるいは利益は増加するのかといった疑問が当然浮かんでくるわけです。こうした疑問に対して正しい答えを出すっていうのは実はそんなに簡単ではないわけなんですね。単に、えー、広告宣伝費と売上高の関係を見ているだけではこの疑問に対する答えっていうのは得られないんだっていうのがまあ、今日お話ししたいことの一つなわけです。 でまあ、因果関係を見出すのは難しいんだけれど、まあ、そういった問題について解決策を持っているのが経済学者の強みであるということが言われています。で2つ目は、まあ、これは今日はあんまり深くは話ししないんですが、まあ、ミクロ経済学の理論というものを応用していくと市場とインセンティブを設計することができる、まあ、ざっくり言うと経済学というのは人間がなぜどのように行動するのかについての学問なんですね。 ということは、適切にルールを設定してやるとこう人間を望ましい方向に行動を誘導することができるという側面があるわけです。したがってこれをうまく使ってやるとこう消費者の行動というのを企業にとって好ましい方向に誘導してで企業は利益を上げることができるということが分かっているわけです。でまあ、今 データから因果関係を見いだせるっていう話をしたんですが、まあ、因果関係って何っていう話をちゃんとしてなかったんですねで因果関係とよく似た言葉に相関関係っていうのがありますで相関関係っていうのは見かけ上2つの事柄に関係があることで例えばデータを見るとこう広告宣伝費が増えた時には売上も上がっていると、まあ、これデータ見れば一発で決まるので えー、この両者のの間にしたがってデータを見れば直ちに相関関係があるかないかっていうのは分かる。で一方で実はちょっと難しいけどまあ似てるんだけどちょっと難しいのが因果関係というやつで因果関係っていうのは何かっていうと一方が原因で他方が結果になっていることを言います。だからこれは今の例で言うと 広告を出すっていうことが原因となって売上高増という結果を得られるのかという部分が因果関係になります。 でまあ、この因果関係を見出すってのは結構難しいんだよというところではあるんですがビジネスやる上では因果関係をちゃんと見出すすというのが大事になるわけですし政策も政策に効果があったかどうかというのはすごく大事になるというのはオバマ大統領の就任演説からも明らかなわけですしたがって因果関係を見つけられるかどうかというのはビジネスにおいても公共政策においても意思決定上非常に重要な問題なんですでもう一つ 2点目として市場とインセンティブを設計できるという話なんですが、まあ、経済学とは何ぞやっていうのは、えー、まあ人によっていくらでも定義ってあると思うんですけど、まあ、私があの大事だと思っている経済学っていうのは経済学の役割というのは人はなぜどのように意思決定するのかっていう部分があるんだと思っているんですね。で、えー、まあ行動原理としての合理性っていうのが伝統的に経済学で見てきたわけですが人間の心理的な癖に注目したような。 行動経済学という分野ももう近年では進んできているわけです。まあ、いずれにせよ、人間の行動に対する理解を深める上で、ミクロ経済学というのは非常に有用な学問だということが明らかにされてきています。で、それと同時に人、人々が意思決定するときに、他の人と関わらずに意思決定している部分もあるんですが、一方で、他人の動きというのを意識した上で自分の行動を決めている場面もあるわけです。 したがって人々がこう社会の中でやり取りがある絡むような場面においては人々の行動っていうの,のの理解っていうのは少し難しくなるわけですねまあそういう場合にも社会全体としてどのような方向に向かっていくのかっていう理解をするために経済学っていうのは役に立っているわけですでこれを進めていくとえっ、ー、と、まあ、制度を設計するとか ルルルーーを設定するるることによっってて人々のの行動っていうのはある程度コントロールできるわ例えばそうしたものの応用例としては、まあ、オークション入札といったものがあって、まああいった形で物を売ることによって望ましい結果っていうのを達成するということが言われていますでこの辺のお話っていうのはメカニズムデザインとかマーケットデザインと呼ばれる分野で えーまあ今年から経済学部に、えー、アメリカのスタンフォード大学から小島教授が移籍してくださって、それに伴ってマーケットデザインリサーチセンターというところもお立ち上げています。したがって経済学部では、まあ、データ分析とマーケットデザインについて、えー、今、えー、非常に、えー、研究がすあの熱心に進められている分野になっています。じゃあ、因果関係は なぜ難しいのかこの点について考えるためにまずはこっちのグラフを見てください。まあ、このグラフ、まあ、とあるウェブサイトから引っ張ってきたものなんですが、大学別の平均年収というのが出てきています。でこれ、あんまり別に科学的に厳密な形で、ね、調査を行ったわけではないので、まあ、数字、そんなに、えー、必ずしも真に受けるべきではないですし。 まあその意味するところというのもあ必ずしも明らかではないんですが、まあ、ちょっと話の参考程度に使ってみたいと思いますでこのグラフ見ていただくと、えーまあ、いずれも有名大学が並んでいるんですがその中のトップに東京大学というのがあるわけです750万ぐらい稼いでいるうようですねでおそらく30代ぐらいのお収入じゃないかなと思うんですがでこれを見ると 数ある一流大学の中でも東京大学は高い収入を得ているであるとかあるいはもうちょっと全体俯瞰してみるといわゆる偏差値の高い大学ほど収入が高いという関係が示されているわけです。これは今言ったこと自体は相関関係にあたるわけです。大学名とというものと あるいは東京大学というところから卒業したという事実と収入の間には関係があるこれは見れば明らかなわけですねで一方因果関係というのは東大に行ったということを原因として高い収入をという結果を得られた。 でこういった因果関係について言えるかどうかっていうと実はそんなに簡単ではないというのが、まあ、今日の中心的な話題になるわけですじゃあもうちょっと見ていきましょうじゃあ相関関係と因果関係って、えーまあ、さっき、えー、簡単には説明したんですけど、まあ、改めて確認しておくと相関関係っていうのは見かけ上2つの事柄に関係があることしたがってこれは、まあ、グラフを見れば明らか2つが関係しているとここは議論の余地そんなにないわけですね でところが因果関係っていうのは一方が原因で他方が結果となっていること実はこれを立証するっていうのは非常に難しいじゃあ相関関係があるなしは、まあ、グラフ見れば分かるとデータ見ればはっきり分かるんだけど相関関係があるのに因果関係がないようなことってありえるんだろうかと実は、まあ、いくつか理由はあるんですが2つここではちょっと説明していきたいと思います 1>, 1つ目は別の要因がある場合で2つ目は因果関係が逆になっている場合じゃあさっきは東大卒の人は多大卒の人に比べて年収が高いっていうグラフだったんだけど、まあ、図であえて書くとするとこんなふうになるわけですね左側に東大っていうのがあってで右側に高収入っていうのがあって、まあ、矢印はの向きっていうのは因果関係を示していると。 でクエスチョンマークがついているというのは、まあ、これから、これはあの検討されなければいけない。本当かどうかちょっと考えたいという話ですねで。仮に別の要因があった、例えばもともとの頭の良さという別の要因があったかもしれない。これはもともと頭のいい人というのは矢印2本出てて、灯台に向かって矢印出てるわけです。もともと頭がいい人は灯台に入りやすい。でもう1本の矢印というのは、 もののともと頭がいいからたとえ東大に来ようが来まいがこの人は高収入を得ていたというようなメカニズムもあるわけです。この場合もともと頭が良かった人が東大に入るし高収入も得ているということなので、えー、っと東大に行った人ほど収入が高いというのが見かけ上の関係が出てくるわけです。 でここには罰してるんだけど、まあ、そんなことはないと望みたいんですが、まあ、仮にですね東大が役に立つような教育を一切提供していなくて皆さんが在あの東大にいる間に新しいスキルっていうのが身につかなかったとつまり東大が高収入に直接には役に立っていないんだということがあったとしてももともと頭いい人が東大に来てもともと頭いい人がその頭の良さゆえに高収入を得るとさっきみたいなグラフっていうのは出てきちゃうわけです。 したがって、えー、東大が皆さんが将来高収入を得るのに役に立つかどうかっていうのはさっきのグラフからは全くわからないという問題です。で、えーまあ、このグラフに書いてあるようなことが実際に起こっているかどうかっていうのは別の方法で検証しなきゃいけないんですね。で大事なのは、まあ、相関関係からは今のグラフに示しているようなあ別の要因の存在っていうのを排除できないんだというのがここでの議論のポイントになります。 でちょっと違う例を挙げながら、逆因果関係がある場合っていうのをお話していきたいと思います。で、日本でもそうですし、えー、他の国のデータなんか見てもそうなんですが、警察官の数が多い地域ほど犯罪件数も多いというのは、よく知られた関係なんです。で、えー、まあ、ちょっとこじつけに聞こえるかもしれないんですが、まあ、このデータを見たら、警察官の数が多いと犯罪の数が多い。 あたかも警察官が街にたくさんいると犯罪を誘発してしまっているんだろうかこんな矢印ってありえるんだろうかで当然そういった矢印っていうのは考えにくいわけですねそうではなくておそらくより、まあ、妥当性の高い考え方としては犯罪が多いから警察官をたくさん雇ってえ結果え両者の間に の相関関係があるるように見えるんだというのがポイントですだからここで強調したいことは、えー、警察官の数が多いほど犯罪件数が多いっていう,こうデータから相関関係は見えたとしてもどっちが原因でどっちが結果なのかっていうのはなかなか明らかではないと少なくともデータを見ただけで、えー、一方を排除するそして他方を採用するということはできないわけなんです。 だからデータを見るときにはもっともらしく因果関係を言ってるように示してきた場合には非常に注意が必要なわけです相関関係だけから因果関係があるんだということは言えないんだっていうのがすごく大事になってきますじゃあこれからどういうふうに相関関係じゃなくて因果関係を立証していくんだっていう話に入っていきたいと思います そのための下準備として、まあ、ちょっとこう技術的な話なんですけど介入効果っていうものを定義しておきたいと思います。で考え方を具体的にするためにまあちょっとお金の話ばっかりでいやらしいんですが当代と収入の話でやっていきましょう。で因果関係っていうのは、 東大に行ったから収入が増えたっていうことなんですけれど、まあ、因果関係の有無を見るだけじゃなくて増えるんだったらどの程度増えるのかっていうところまで含めてデータ分析っていうのは行いたいわけです。で、えーまあ、専門用語で言うとあの原因のことを介入と言います。でこの文脈で言うと東大に通うことは介入にあたります。 そしてグラフに示している通り介入効果っていうのは東大に通うという介入を受けることによって収入がどんだけ増えるんだろうかということになります。だから介入効果をもうちょっと定義すると東大に行った場合の年収マイナス東大に行かなかった場合の年収ということになります。 まあこんな感じで介入効果っていうのはまあこんなグラフ持ち出さなくてもわかるよって思ったかもしれません確かに概念的には東大に行ったことの効果あるいは介入効果っていうのは簡単に定まるわけですところがこれ実際にデータでどうやって計算するんだろうということを考えると一気に問題は難しくなってきます 例えば、あなたが仮に東大に来たとした場合には、まあ、さらにそこから10年ぐらい待ったら、東大に行った場合の年収っていうのは分かるわけですね。30歳になるまで待てば。ところが、東大に来てしまった以上、東大に行かなかった場合の年収っていうのは、永久に知ることができないわけです。あるいは逆に、あなたが東大に来なかった場合には、東大に行かなかった場合の年収っていうのは、 データからあ見ることができる。まず、あ、あの10年20年まあ10年15年待てば、えー、知ることができるわけですね。一方来なかった場合にはあなたが東大に来た場合の年収については絶対に知ることができないわけです。だから介入効果っていうのは概念的には割と簡単に定義することができるんだけど、データ上はこの2つのうちの1つしか見ることができないというのが難しさなわけです。 でこのようにこう原理的に東大に行った場合と行かなかった場合もうちょっと言い方を変えると介入があった場合となかった場合の両方について直接知ることはできないわけですよって、まあ、データから直接介入効果を知ることができないことを因果推論の根本問題というふうに呼ばれています まあ現実は一度きりなわけですから、まあ、行った場合と行かなかった場合のどちらか一方のみしかし知ることができない。他方はああ神のみぞ知るということになるわけです。で、えー、まあ一つの態度としては、まあ、こういうもしもがわかんないから、えー、東大行ったことの収入に対する影響ってのは絶対わかり得ないんだっていう言い方もあるかもしれないけど、まあ、それはちょっと悲観的に過ぎるかもしれない。やっぱり、えー、意思決定の中では、もしもの場合について、えー、まあできるだけ えー、確からしいいものを知りたいわけですでそのための手法っていうのはあ経済学の内部でどんどん発達してきたわけですしまた、えー、統計学の一分野として因果推論と呼ばれる分野があるわけです。でまあそういったデータ分析の肝っていうのは観測されなかったもう一方もし皆さんが 東大に来た場合には来なかった場合の所得というものをいかに推定するかっていうのはこうデータ分析の肝であるし面白さでもあるわけですじゃあ具体的にどうやったら、えー、もしもの部分について知ることができるんだろうっていうのについてこれからお話ししていきます因果関係を見出すデータ分析ということで その手法についいててちょっと話をしていきますじゃあまずは出発点として因果関係を知る上で最も有効な手法として知られているランダム化比較試験というものについてお話しします。でえー、これは英語で、えー、ランダマイズ・とコントロール・トライアルということなので RCT と、えー、略されることが多いんですが、えーまあ、これは薬の実験なんかで、えー、よく使われる手法です。 じゃあこのイラストの中では、まあ、例えば病気を治す薬の効果についてマウス実験を通じて知りたいとしましょうで最初に、えー、っとこのスライドの一番上に10匹のマウスがいるんですが、まあ、これみんな病気のマウスだとしましょうでこのマウスを2つのグループに分けるわけですね、えー、5匹は介入群と呼ばれて薬をもらえるマウスたち でもう一方は同じ5匹のマウスなんだけど薬をもらえない対象群と呼ばれるマウスたちです。でくじ引きあるいは別の方法でランダムに1匹1匹マウスを介入群に行く子と対象群に行く子に分けるわけです。でそうした結果、まあ、薬を与えて何日か経った後に、えー、何匹 それぞれぞのグループででマウスが生き残ったかを見るわけですでこのイラストでは一番下の部分に、えー、介入群薬をもらったグループについてはマウスは5匹中4匹生き残ったとで一方薬をもらえなかった対象群については5匹中2匹しか残らなかったということで薬がマウスの生存率を上げたという結論に達するわけです。で このやり方の非常に単純に感じたと思うんですがこのやり方で決定的に大事な部分は一番上のランダムに割り付けという部分です。だ薬をもらえるかどうかがくじ引きあるいは何らかの方法でランダムに決まらなければいけないわけです。例えば、まあ、具合悪そうなマウスがかわいそうだからっていうことで、まあ、10匹見て具合悪そうな順番に5匹薬をあげたとします。 そうすると、もともとの病気の状態が、介入群と対象群で、だいぶ違ってくるわけです。介入群には、具合の悪そうな子ばっかり集められて、一本の対象群には、まあ、病気ではあるんだけど、そんなに悪くない、軽症のマウスたちが集められてしまう。で、ここに、えー、仮に薬を、与えて、ちゃんと、 効果のある薬だったとしても介入群のマウスたちは最初から重症のマウスだから薬をもらってもそんなに製造率上がらないかもしれないで一方で対象群は軽症のマウスたちだから薬をもらってないんだけど、まあ、そこそこ生き残るかもしれないそうすると薬の効果がなかったという間違った結論に達してしまうかもしれないあるいは製薬会社が自分たちの実験に薬に効果があるということを言いたくて 最初から体調の良さそうなマウスを5匹集めてきて、介入群にしてしまうかもしれない。そうすると、えー、介入群のマスクはたくさんき、マウスはたくさん生き残るんだけど、それは薬に効果があるかないかじゃなくて、もともと体調がいいからかもしれない。ということで、この介入群と対象群の選び方っていうのはもう絶対にランダムに行われなければいけないわけです。そうしないと正しい結論っていうのは得られない。これを、 実社会に当てはめようっていうのが、まあ、一つの経済学分野の中で発,展し発達してきたやり方ですで、まあ、この RCT というものを最もうまく応用した例っていうのは経済学の中では発展途上国における貧困の解消プログラムだと思います昨年のノーベル経済学賞を受賞受しています。 でまあ、それまではあの国際援助っていうのは、えー、イデオロギー的な部分があったんですね、国際援助っていうのはこういうふうにあるべきだと、社会をこういうふうに良くすべきだみたいなのがあったんですが、もうちょっとこう客観的な姿勢で、えー、ある援助政策っていうのがうまくいくかどうかをデータ分析に基づいてやろうっていう動きをやったのはこのおバナジー・ディフロー・クレマー教授たちなんですね。 でそういう取り組みをしていく中でま有効な政策というのがいくつか見つかってきたわけです結構面白いものもあってですねここで簡単に紹介しておくと まあ、とあるインドの学校にカメラを設置するんですねそうすると、えーまあ、監視されてるわけなんで教員の欠勤が減って子どもたちの成績が向上するでどの学校にカメラを設置するかしないかの部分でランダムに行わランダムに実施するわけですくじ引きでカメラが設置される学校と設置されない学校っていうのが分かるとで両者を比較すると、まあ、欠勤が減ったなとか子どもたちの成績が上がったなっていうのが分かるわけですでもう一つは 子供の腸内寄生虫駆除を行う虫下しの薬をあげると学校の血跡率が下がる。これも素晴らしい発見で、まあ、勉強する以前の健康状態っていうのが実はすごく大事だったっていうことが分かったわけです。これもくじ引きで、どの地区の子供に薬をあげて、どの地区の子供には薬をあげないということをやっていったわけですね。で、そうした実験を行った結果、実は寄生虫駆除っていうのはものすごく大事で、かつ 費用面でいうとめちゃくちゃ安くて効果がすごくあるといういい政策だったということが分かったわけです、まあ、これは公共政策 RCT の公共政策における応用例の一つなんですねで今のはあの発展途上国経済における話なんですが先進国経済でも時々行われていますで皆さんに少し身近に感じられる話題としてはプロジェクトスターという社会実験があると思いますこれれアメリカのテネシー州でで実施されたんですが えー、少人数学級、今、日本でも話題になっていますが少人数学級に効果があるかどうかを検証したものです。で少人数学級というのはこの文脈では13から17人で、えー、通常学級というのは22から25人だったわけです。まあ、日本の感覚でいったら両方とも少人数学級なんですが、まあ、プロジェクトスターにおいてもっと少ないのが少人数学級というふうに言われていたわけです。で えー、子どもたちはランダムに少人数学級に行く子どもたち、えー、通常学級に行く子どもたちというのは割り振られたわけですそして先生方もランダムに少人数学級担当の先生、えー、通常学級担当の先生というふうに割り当てられていきましたで結果、まあ、少人数学級に、えー、このプロジェクトスターにおいては効果があるということが分かったわけです で、まあちょっと後日談を足しておくと、他の地域でもどんどんこういった社会実験をやられるようになって、少人数学級っていうのは、その、必ずしもこのプロジェクトスターで見つけられた時みたいに効果があるものではないということが、あの、わかっています。まあ、この辺話長くなるんですが、えー、ちょっと一旦割愛しておきます。で、まあ、こうしたランダム化比較試験っていうのは、えー、疑問に答えるっていう上では、 非常に強力なツールを提供してくれるわけです社会に関する疑問に対して明快な回答をくれるというふうに感じるんですが一方で問題がないわけではありませんで一つ目の問題としては多額の費用がかかるわけです実験的とはいえ少、えー、人数学級の導入っていうのは結構なこう費用がかかる先生も増やさなきゃいけないし教室も増やさなきゃいけない。 ということで難しさはあるわけです。で、それ以上に重要なのは倫理上の問題なんですね。でまあ、少人数学級と中通常学級に行く、子供をくじ引きで決めるっていう話をしたんですが、まあ、これ誰だって、えー、少人数学級に行きたいと思うわけですよね。私も小学校の2年生の息子がいるんですが、まあ、親だったら少人数学級に子供を行かせたいとまあ、大した根拠もなく思ってしまうわけです。 ところがもうこの社会実験においてはあなたの子供は通常学級ですよって言ったら異議申し立ても何もできないんですね。ということはこれ少なくとも現代の日本の観点からするとこれは子どもの学ぶ権利を阻害してるんじゃないかという疑問が当然湧いてくるわけですね。こううした形で社会実験っていうのは、 人権に関わる問題をはらんできてしまう部分場合というのが少なくありませんしたがって社会実験というのはなかなかできないという問題があります一方で統計的には明快な回答を与えてくれるとじゃあどうしようで経済学の中では実験ももちろん発達してきたんですが実験ができない状況におけるデータ分析というのもどんどん発達してきていましたで、えーまあ、実験 という言葉をここでも使っているんですが自然実験というものを使って、えー、ある政策の効果というのを図ったりします自然実験って何だろうっていうと、まあ、人々を介入群と対象群に分けるような自然現象あるいは政策制度上などの環境変化ということです、まあ、自然現象でしたら例えばある地域で大きな自然災害が起きたとで自然災害が起こることによって所得が大きく減った財産を失った というのがまあ悪い事象ではあるわけですけど、実験として機能するわけです。で、あの災害の被害者とそうじゃなかった人たちのその後の例えば生活ぶりなどを比べて所得が減ることの効果っていうのを見ていくことができるわけです。 でここでは、まあ、私の専門に近いところで公共政策の特に教育政策の話をちょっと戻っていきたいと思いますで、まあ、さっきは東大で、えー、高収入になるかっていう話をしてたんですが、まあ、それは実は社会全体にとっては大して重要な問題ではないわけですねあくまでごく一部のエリートの話で,でもっと大事な社会科学者が考えなきゃいけない疑問というのは、えー、もっと 低年齢の義務教育のような多くの人が受ける教育っていうのが果たして人々の幸福の役に立っているんだろうかって根本的な疑問に対する答えっていうのはなかなか実は与えられてこなかったわけです。で何をもって幸福っていうのかっていうのは難しいんですが、まあ、そのうちの一つの要素あるいは少なくとも関係している思われる要素にまあ収入っていうのがあるわけです。したがっててここではあの問いのスケールを大きくして 教育あるいは義務教育っていうのは人々の収入を上げるような効果があるのかということに問いをちょっと変えておきたいと思いますでこれをデータでどういうふうに検証するのかという話をしていきます今から紹介する分析手法っていうのは回帰不連続デザインと呼ばれるものですでここで自然実験として1947年のイギリスの制度変更を取り上げます これででは義務教育年齢を14 15から15歳に引き上げたんですねで。どうやってこの義務教育年齢の引き上げっていうものの効果を評価していくかっていうのを考えると2つの世代を比較するというアイデアにたどり着きます。1つは制度改革直前に14歳になった世代この人たちは新しい制度の影響を受けるわけですね。 で義務教育年齢が15歳になる人たちです。で、こちの人たちを介入軍と呼びましょう。で、もう一方は制度改革直後に14歳になった世代。この人たちは義務教育年齢の引き上げの影響を受けません。で、彼らを対象軍と呼びます。で、このグラフは。 まあ教育今言った義務教育改革がどういうふうに影響を及ぼしたかっていうのを表すんですが X 軸は14歳になった年で軸っていうのは教育を終えた年齢の平均、まあ、どれぐらい学校に長くいたのかあるいは教育年数っていうのを示すわけです。でグラフを左から右に行くに従ってまあ若い人たちさえ比較的近年生まれた人たちになるわけです。 でグラフのの上方向っていうのは教育年数が長くなっていることを示すす。わけで,すでグラフは全体に右上がりですから若い世代ほど、まあ、平均的には教育水準が上がっているということを示されています。これ、イギリスのデータですが、まあ、妥当だなと感じられると思います。で、面白いのはこの縦棒の部分ですね、1947年のところに引いている縦棒、ここで義務教育年齢の引き上げっていうのが突然行われたわけです。 この突然行われたことによって、こう義務、えー、教育を終えた年齢の平均っていうのが、グラフがジャンプしていることがわかると思います。このジャンプをうまく使っているのが、えーさえー、っと、怪奇不連続デザインと呼ばれる手法です。でさっき言った介入群対象群の定義に戻って、 えー、この丸のあるところ青い青の矢印が入っているところが介入群これは制度変更の影響を受けた人たちですねで赤の矢印が示しているのは制度変更前制度変更の影響を受けなかった人たちですでこの両者を比べることによって義務教育改革の効果というのが出てくるわけですこれはこの点線の部分で示された介入効果ということになるわけです したがって、まあ、こういうふうにデータを見ると、教育改革によって学校卒業年齢が上がった、あるいは教育年数っていうのが増えたんだっていうことがわかるわけです。じゃあ、本題に入りましょう。教育で収入は増えたのか。です。X 軸はさっきと同じです。14歳になった年。Y 軸が平均年収の対数値をとっています。で、これ見ていくと、 このグラフは全体に右上がりになっていて、えーまあ、若い世代ほど高い収入を得ていることが分かります。全体的な教育水準も上がっているし社会全体が豊かになっていく傾向を捉えているので、まあ、この右上がりの傾向自体は非常にリーズナブルだと思います。ポイントは1947年の建棒のところ義務教育改革が行われたところでグラフ上にジャンプが起こっていることなんですね。でえー、介入を受けた あるいは義務教育改革直後に、えー、影響14歳になった世代というのは介入軍になるわけですし、えー、義務教育改革の影響を受けなかったのが対象軍の人たちなわけです。で両者を、まあ、基本的には両者を比較することによってどれぐらい義務教育年齢の引き上げっていうのが収入を増やしたかが分かるわけです。まあ、グラフだと小さく見えるかもしれないんですが、まあ、細かいこと言うとこれ統計的に優位っていうことで、まあ、意味のある差だよと。 決して小さくはない差だよということがあーデータ分析上示されたわけです。したがって義務教育年齢の引き上げっていうのは確実に人々の収入を増やしたわけです。まあ、こうした形で、えー、まあ、教育というものが社会において重要だっていうのを確認されるのは極めて、えー、意味のあることだというふうに私は考えています。まあ、こういったことがあるからこそ。 貴重な税金というのを社会に投入して人々の教育水準を上げていくことに意味があるということが分かるわけです。こうした形で常に政策というのはデータ分析によって評価を受けることでいい政策は残してどんどんやっていくし効果のない政策というのは やり方を変えるなり廃止していくというのが、えー、効果的なあ政策あるいは世の中を良くする上で非常に重要になっていくというふうに考えていますじゃあもうすぐ時間なんですが簡単に、えー、ちょっとだけ、えー、皆さんに本を紹介しておきたいと思います。 えと東大の経済学部っていうのは本郷キャンパスにあるんですが12年生は皆さん駒場キャンパスにいらっしゃるんですねで12年生向けに、えー、東大経済学部の授業を解説あるいは紹介した本として。 えーま、経済学を味わうというのが出てます12人の先生が一人一章ずつ書いて、えー、経済学入門、えー、経済学の最先端ではどんな分析が行われているんだろうかというのが書かれているので、えー、非常に皆さんにも興味を持って読んでいただけると思いますこれはもう非常にお勧めしていますであとは今日のデータ分析の話どういうデータ分析をすれば因果関係がわかるのかというところに興味を持った方には この写っているスライドの2つの本、どっちも素晴らしい本なんですけど、特に左側の原因と結果の経済学というのをお勧めします。非常に読みやすく分かりやすい本になっていますで。最後に、えー、っと私の本も出てて、まあ 経済学とお金の話かなって思われる方も多いと思うんですが、まあ、子育てと結婚とか出産とか、そういったお金に関わらない身近な問題も分析できるということを示している本で、えー、まあ読みやすいので読んでみてください。で、もう1個あった。えー、途中で話した途上国開発の話ですとか、あるいは今日あんまりしなかったビジネスへの応用についても、 こういうい本が出ています。1つは進化するビジネスの実証分析という本と、えー、もう1つは貧乏人の経済学これノーベル経済学賞を受賞したバナジー教授デュフロ教授の教調になっていますいずれもおすすめですでは私からの模擬講義は以上になりますどうもありがとうございました はいいありがとうございますプロジェクトスターはどんなものだったのかもうちょっとだけ補足して説明させてください。プロジェクトスターを通じて知りたかったものっていうのは少人数学級の効果なんですねで。何に対する効果っていうので、まあ、一義的に最初の段階で見たいものとしては成績に対する影響でした。ラランダムに生徒さんたちを小人数学級のクラス えと一方でランダムに対象群となる通常学級に入れていくわけです。それで例えば一年後にテストを受けさせてテストの点を比較するというような手法を取っています。 でまあ、ご質問の意図が100%理解できてない部分あるかもしれないんですがもちろんこう子どもによって少人数学級の効果とか違ってくる可能性って当然あるわけですよね、えー、いくつか言われていることとしては貧しい家庭の子どもたちにとって少人数学級っていうのは特に効果があるなんてことが言われているわけですですが、まあ、ランダムに子どもたち振り分けているので、えー、例えば 介入群に貧しい子どもたちが集中しているというようなことは起こらないように気をつけてデザインされています。そうした意味では正しい分析方法であるというふうなのが私の理解するところです。 どうもありがとうございます。EBPM を私が非常に力を入れて行っている学外での活動の一つなんですが、まあ、やっぱり採用する側、EBPM を行うと言っている側からすれば、まあ、自分たちに都合のいいエビデンスだけを求めるというのは、これは十分考えられることなんですね。で、まあ、それに対して、えーまあ、事前の方向性を決めないで、どういったあ、例えば、そうですね、今のコロナの中で、えー、持続化給付金ですとか、 あまあ、定額給付金というのが払われているわけですがそうしたこう所得移転の効果というものをテーマにして、えーまあ、いい結果、悪い結果、まあ、これ政府側の視点からなんですが、まあ、両方分け隔てなく見ていくというのはむしろアカデミアの人間の方がうまくできるんじゃないかと思うんですね。でどううしてかっていうとい えー、省庁が、まあ、例えばコンサルタントを雇ってやるように、えー、行うようになると、まあ、やっぱり利害関係が発生しているわけですよねで経済的な利害関係が、まあ、アカデミア独立している傾向がありますので、まあ、もちろんちゃんと研究倫理の確認とか必要なんですが、まあ、そういった形では、まあ、コンサルタントの方の,やあの果たす役割というのも大きいと思うんですが独立性という意味で大学の果たす役割というのは大きくなっていると思います。 はい、ご質問ありがとうございますえ。高校の時代のうちに勉強しておきたい科目の筆頭に挙げられるのは数学です。私がさっき説明したような分野について研究を行いたい深く知りたいという場合には数学を学ぶことから全く避けられませんえ、まあ。理系と文系という区別が日本の大学受験ではどうしてもついて回るんですが もし経済学部で本格的に、まあ、私がさっき説明したような経済学をやっていきたいと思うんでしたらもうそういった分離の区別なくもう工学部に行くんだ理学部に行くんだぐらいのつもりで数学を勉強してもらいたいと思います。でもう1つ付け加えておくと えー、受験に関係ないい本もぜひ読んでください新書っていうジャンルがあって、まあ、一冊編もしないんですが、まあ、そこには大学の先生が一般の向け方が分かるような形で書いたものがたくさんあるんですねでそうしたものを読んで、えー、社会に対する興味っていうのをどんどん広げていってほしいと思います。 えまあ基本的にはさっきお話しした、まあ、どういう勉強してほしいかという話ともつながってくる部分あると思うんですが、えー、まあ経済学っていうのはここ10年で大きく変わってきています。 えー、皆さん、大学に来てその後のキャリアっていうのを視野に入れた上で大学を選んでると思うんですが、まあ、じゃあ経済学部東大の経済学部出た後のキャリアっていうのは、まあ、官僚だけじゃないしメガバンク行くだけでもないわけですねでここあの10年ぐらいでどんどん,どんどん経済学が社会の中で使われるうーあり方っていうのがすごく変わってきています。 でそうした使われ方が変わってきたことをなかなか知っている例えば皆さんお父さんお母さんとか知らないかもしれないし高校の先生も知らないだろうし東大に行った先輩だってまだまだ知らない人もいっぱいいるんですね。 あ、えーま、今日の,あの私からの話をきっかけに経済学どういうふうに使われているのかで皆さんのキャリア将来充実したものにするためにきっと助けになると思うので、ま、その点についても今日あのお話でカバーできなかったところもあるんですがいろいろ自分の力で調べていってほしいと思います。ありがとうございました